スミレ K476 は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲した歌曲。モーツァルトの歌曲の中で有名なものの一つである。なお表記については、スミレと漢字で表記されることもあるが、ひらがなの表記が一般的に多い。匂いスミレ1785年6月8日に、ウィーンで作曲された作品。作曲の詳しい経緯については不明だが、 モーツァルトはこの作品を単なる優接歌曲として作曲せず、くれんごとに曲奏、調整を変え、小型ながら素晴らしい芸術品に仕上げており、物語としての展開を持つ原始に即応して音楽を変え、それぞれの四句に適した描写を行っていく、通作形式で書かれている。ここでは、詩の内容に密着したリリシズムとドラマティックなものが見事な調和が見られる。 この辺りから、モーツァルトの歌曲というジャンルに対する考え方に変化が見られると考えられる。歌詞は、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの詩によっており、モーツァルトが唯一作曲したゲーテ作品となった。内容は、スミレの花が付近を歩く少女の姿を見つけて、彼女に積まれたいと望むが、その少女に踏みつけられる。しかし、スミレは幸せだった、というもの。 ゲーテはこの詩をバラードに分類している。なお、モーツァルトは、ラストの部分に2行付け加えている。例を挙げれば、エディト、マティス、ベルンハルト・クレイの録音がある。この他にも多くの歌手が録音している。もっとも、モーツァルトは作曲当時、この詩の作者がゲーテであるとは知らなかったようである。ありがとうございます。